旅、インフォ会。今日は遊園地のある道の駅アイランド湧別でお昼寝します。私は今、サルマ湖のある湧別町に来ています。目の前には凍ったサルマ湖が広がっています。北海道の冬といえば何を思い出せるでしょうか。雪、そして寒さでしょうか。冬の使者、流氷がやってきました。昼間でも今日は最高気温マイナス8度。さっき湧別の地元の方と話しましたが、今日は縛れるねーと言われました。生ら縛れるー。流氷の上を渡って
下からまとめに風が吹いてくるので本当に寒いです。
いらっしゃいませ、こんばんは、ご注文どうぞ。512番と512番、はい、チキンクリスプ一つ、はい、以上です。以上で、ね、大丈夫ですか。はいはい、皆様の会計が300円です。車電波どうぞ。ちゃんちゃんちゃがんちゃん、旅いい旅いい旅いいチャンネル、見てくれてありがとうちゃん。